ちょっと飲んでいきましょう。Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Are we finished? Time for your reward.待たせんだよ。少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。知ってるよ。有名だからな、あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を
会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。そういうおままごとはいいんだって春日さん。こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザモンに割のいい仕事回してるって話だよ。浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だ、バカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。今日大丈夫だった？ああ、全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にチリ答えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんて、まさに世直しのヒーローじゃない。いや、大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。
かんねえな。まだ用があんのかい、佐々木さんよ。なんだ、バレてたのか。さすがだな。いや、さっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや、噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは。ほら、5万でいいんだろ？今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た。あんたもいいしのぎじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。ああ？おい待てや、何だってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事回してくれんだ。元坊5年上皇、あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか、保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと。近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな、世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。ああ、このやめろ。金が、てめえこの野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。舐めやがって。かかってきやがれ。仕方ねえ、少し頭冷やしてもらうぜ。おれ、おい、悪いな。隙だらけだったもんだよ。とっておきの技見せてやれよ。ビビってんのか。受けてみな。あったまってきた。じゃねえか。出せこりゃ。どこだ、あともう一万。お、当たった。っ、何やってんだあいつ。よっしゃ。お、危なかったな。金なら無事だぜ。うー、くっせえ。落ちっかな、この匂い。
ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんな奴からあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな、去年そのうちの1人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ、俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事でな、いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういうやつらがネットに出品したブツを偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな、メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいる。けど元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭に押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど始まったけど、それでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだい。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ、力貸してください。 OK、 分かった。でも土下座はよしてくれ。やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができんのは手助けだけだ。もちろん全力でやらしてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さて飯でも食うか。
じゃねえか。どうした？おお、一番か。久しぶりだね。ちょっと会わないうちに立派な身なりになったじゃないか。見違えたよ。中身は大して変わってねえけどな。それより転んだのか？ああ、さっきまで夜通し飲んでてね、ちょっと足元がふらついちまった。歳は取るもんじゃないね、まったく。大丈夫か？家まで送るよ。え？ああ、平気だよ。そこまでじゃない。こんなん日曜茶飯事だしね、唾つけときゃ治る。唾じゃ治らねえよ。変に気使うなって。大丈夫だって。それよりあんた仕事だろ。せっかく職につけたんだ、そっちを大事にしな。本当に大丈夫なのかよ。ああ、私を誰だと思ってんだい。あんまり老いぼれ扱いするんじゃないよ。ほら、さっさと仕事に行きな。働けるってのは当たり前じゃないんだ。分かってんだろ？分かってるよ。ちゃんと病院行けよ。ああ、心配ありがとうよ。それじゃあ面接頑張って行ってきてください。次の方どうぞ。佐々木真也と申します。よろしくお願いします。おかけください。履歴書はお持ちですか？失礼します。佐々木さん、前科というのは？窃盗です。時計とか化粧品とか手頃な大きさで高値のものなら何でも盗んでました。ダチが盗品の横流しをやってたんで、ブツはそいつに買い取ってもらって。なるほど。やっぱり難しいですか？佐々木さん、一つ伺っていいですか？あ、はい。この履歴書に懲罰の欄はありません。なのになぜ前科のことまで記載されたんです？自分のしでかしたことだからです。それを隠してもし仕事もらえたとしても、いずれバレて相手に迷惑かけちまうかもしれない。真っ当に人生やり直すにはそれじゃダメだって思ったんです。かなお考えだと思います。ご安心ください。そんな佐々木さんにご紹介したいお仕事がございます。本当ですか？どんな仕事ですか？一言で言えば万引きです。
すみません、うがい薬ってどこにありますか？あ、はい、あちらになります。すみません、ちょっとこれ見せてもらっていいですか？かしこまりました。どうぞ、こちらになります。良さそうじゃないねえ。いいけど、映画始まっちゃうからまた今度にしよう。あ、もうそんな時間？ごめんなさい。いえ、またのお越しをお待ちしております。お待たせしました。どうだった？指定のものは一通り、他にも高額なものをいくつかゲットしてきました。ふーん、そいつは上出来じゃねえか。サングラスが一つに化粧品が3点、それに財布にコンドームと。早い話、どの店も陳列棚の配置が死角だらけなんですよ。まあ今時こんなダミーの腕で偽装するやつなんていませんけどね。こいつが見つかったら言い逃れできませんし、だから最近はチームを組むのがトレンドですね。壁役、監視役、注意を引きつける役、そして盗む役、それくらい役割分ける連中もいますね。コストを割いてでも安全を取る方針か。まあ確かにバレたらおしまいだからな。お疲れ様でした。お先に失礼しますね。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。どうもお世話になりました。いいえ、万引きの手伝いなんて初めてだったからドキドキしちゃった。じゃあお疲れ様でした。どうも。だからお前は手伝いが欲しいって言ったのか。ええ、二人組になるだけでだいぶやりやすくなりますから。それにあのおばさん、芝居もどうに言ってましたよ。エキストラって名目で募集かけたんだが、それが良かったみてえだな。それにしてもおめえ、さすがの知識と手際だな。恐れ入ったぜ。しかし最後に回ってもらったブランドショップ、あそこは相当セキュリティに金かけてたはずなんだがな。狭い店なのに天井四隅に監視カメラをバッチリ置いてる。特に遮蔽物もないし、資格なんてなさそうに見えるんだけどな。あの場所でどうやって証拠も残さずに財布なんて盗んだんだ？はい、店によってはカメラがダミーの場合もあるんですが、あの店はちゃんと本物が稼働してました。それに客が俺たちだけだったので、店員も俺の方をずっと見ていた。ですがレジ上にあったカメラ、あれだけ実は少し下に向いていたんです。だからあのカメラだけは店内を見渡せていなかった。レジを集中的に監視したかったからなのか、それとも単純に設置ミスか、何にせよそのおかげで店内に死角は生まれていたんです。そうだったのか。あとは店員の注意を引きつけているうちに獲物を頂戴。店を出て店員はすぐに盗難に気づいたとのことですが、
どのカメラにも俺が撮った瞬間は記録されていません。すべて後の祭りというわけです。一回店に入っただけでそこまで観察して実行に移したのか。大したもんだ。感心するのは俺の方ですよ。まさかこんな職業があったなんて。日本で1日に万引きされる総額は12億円とも言われている。小売店にとっちゃ店を潰すほどの死活問題なのに、多くの経営者がカメラと警備員さえ置けば万引きがなくなると思ってる。間違ってますね。カメラや警備員を増やすと、それまでなかった死角も浮かび上がってくる。盗む方からすれば余計にやりやすくなる場合もあるんです。そう、そこで防犯セキュリティの欠陥を調べる我が社の出番だ。もしも今日お前が万引きに失敗してれば、店のセキュリティは正常に機能してたってことだが。結果はこのありさま。ええ、セキュリティの欠陥はレポートにまとめて経営者に提出する。依頼された調査自体は一旦完了だが、実はさらなるビジネスチャンスはこの先にある。というと？いわゆるコンサルってのに食い込むんだ。店舗と契約して防犯カメラの位置を指導したり、優秀な警備会社を紹介したりな。なるほど。このビジネスが軌道に乗れば、別に警備会社も立ち上げようと考えててな。調査、コンサル、警備までを一手に引き受けるグループ企業が目標ってわけだ。おお、お疲れさん。おう、春日。どうだったよ、足立さん。うちの佐々木は。さすがのプロ目線だ。即戦力になるだろう。それじゃあ採用ってことでいいか。うん、もちろんだ。ありがとうございます。若輩者ですが、何卒よろしくお願いします。おいおい、堅気の世界でそんなことすんじゃねえよ。すいません、つい癖で。少しずつ極道っぽさを抜いていかなきゃな。なんだその本。ああ、たまたま古本屋で見かけたんだな。施設警備業務検定。今お前ができることは万引き調査だけだろ。それだけじゃ心もとねえ。だから資格の勉強でも始めてみたらどうかと思ってよ。足立さんが事業を広げる時にも即戦力になれるし。確かにそいつは心強い。ま、時間ができた時にでも読んでみろよ。春日さん、あんた一体何が目的なんすか。え？だっておかしいじゃねえかよ。マージンも取らねえで、なんで赤の他人にここまでできる。何か裏があるんじゃねえのか。裏か。まあそうとも言えるかな。こいつは俺なりの恩返しなんだよ。恩返し。今やってることは全部荒川組の、俺の親父がやろうとしてたことだ。死んだ親父さんのやり残しなんだよ。行き場なくした元極道たちに受け皿を作っていく。その親父さんのやり残しを果たしてってのが俺の生きがいだ。まあ俺なんかがやれるのはほんの一部だけどよ。だからよ、俺はやりてえことをやってるだけだ。マジかよ、本当に。あんたって人は。じゃあ俺もう行くから、しっかり足立さんの言うこと聞くんだぞ。なんだよ、今来たばっかじゃねえか。まだ仕事残してきちまっててさ。それじゃ仕事頑張ってな。はい。こんな時間からまた仕事って、ハロワって意外に忙しいんすね。ハロワならとっくに就業時間だよ。それとはまた別の仕事だ。え？偉人町にはお前と同じように春日に助けられた元極道がたくさん働いてる。
春日が仕事を斡旋した後も定期的に彼らの職場を回って様子を見てるんだ。日本最大の極道組織近江連合と東条会の大解散、あの日以来片木の世界に放り出された極道は3万人を下らねえ。そのうち職にあぶれて行くあてのない連中はかなりの数に上るはずだ。そいつらを春日一人残らず社会復帰させろって意気込んでてな。一人残らず、そんなことできるんすか？ま、普通に考えりゃまず無理だ。だけどあいつを見てると不可能なことでもやってのけそうな気がしてな。手を貸さずにはいられねえのさ。はい、なんかわかる気がします。